こんにちは、ようこです。今日は、5月の24日の火曜日になります。現在、18時半なんですけれども、今日空手のレッスンがあるので今から行くところなんですけれども、19時からで1時間半ほどの、ね、練習になります。で、今日で初体験から含めて10回目になるんですけれどもね。で、ちょっと週末サルサダンスに行ったりとか、ちょっといろいろねバタバタしてたんでちょっと疲れてるんですけれども、でもね、やっぱりね、気合を入れて、今日も頑張ってレッスンを受けたいと思います。まだね、空手続いてますのでね、気合を入れて今日も頑張りたいと思います。朝なんですけれども、結構ね、激しい雨が降っていたんですが、今は止んでいますがね、気温は17度ということで、今日は若干ちょっとヒヤッとします。前方の建物が今日空手の練習場になります。小学校の体育館ということなんですけどもね、結構広いです。今、練習場に着いたんですけども、もうすでにお弟子さんのゲハードが来られてたんで、もうすぐにね急いで着替えたいと思います。もうすごいね、あの方熱心なんでね、ほんとよくね教えてくださるんですよね、彼は。で、すごい勤勉ですしね、週に2回3回は空手の練習されてますしね、本当。日本語にもね興味おありなんで、私もねちょっと日本語でおしゃべりねしてるんですけどね、日本の文化にもねすごく興味持ってらっしゃるみたいです。今日はちょっとね肌寒いんで、まあこの下着てても全然暑く感じない程度なんですけども、でもやっぱりちょっと練習したらね結構暑く感じると思うんですね。でも練習するにはちょうどいい気候かなっていう感じはします。先週結構きつかったですね、金曜日の日はねすごい暑かったんで、が来られるようなことをねメッセージでもらったんですけどね。でもその方は私と違ってなんか子供の頃なんか経験していた方らしいんだよね。全くの初心者ではないですね、私みたいもう私全くの初心者ですからね。日曜日はサルサダンスをして、今日火曜日は、空手なんでね、ちょっと全然違うまた動きなんでしっかり思い出してやりたいと思います。今日もね頑張りたいと思いますと、今1時間半の練習を終えて帰るところです。もう今日もねしっかりね練習をしました。前突き、役突き、前蹴り、それから回し蹴りとかね、まあ、したんですけども、まあ、結構ね、まあ、体重移動がうまくできないんでね、なかなかね、ちょっと何回もちょっと注意されてるんですけれどもね、きっちりできなくてね、
本当ね、もう迷惑かけて申し訳ないなと思いながらちょっと指導を受けてるんですけれども、で今日は、お弟子さんがね教えてくださって、でその他、3名ほど来られていて、でうち1人が、若い方が来られていて、まあ、その方は以前この道場で子供の時に習っていたらしくて、でまたねその空手を再開したいということでね来られていましたまあそんな感じでね、今日もしっかりね空手のねレッスンを受けました。まあ今日で10回目だったんですけどもね、まあまずはねこう練習を重ねていきたいと思います。まあ、全然まだまだなんでね、まあ、本当に難しいです。まあ頭とこう体を使う、まあ、両方必要なんでね、まあ本当空手ってね思ったよりも難しいのと奥が深いんでね、でもねすごくね面白いです。体やりだしてからすごい背筋も伸びてますし、こう体幹がやっぱりちょっとしっかりしてきたような気がねします。ですからね、週末にサルサダンス行ったんですけれども、まあ、サルサのダンスなんかもやっぱりダンスも結構体幹をね維持しないとこう動けないのでね、バランス崩すんでね、まあ、そういった意味でもね、まあ、空手とか、まあ、ダンスとか、まあ、ジョギングとか、まあ、ミックスでいろいろ今スポーツやってますけれどもね、バランス取れていい、こう筋肉がつきそうですね。まあ、そんな感じですけども、今週金曜日またちょっと練習あるのでね、まあ、あとまた2日後、今日が火曜日なんで水木金で、まあ、この2日後また練習あるのでね、頑張りたいと思います。まあ、そういうことですけども、今日もご視聴ありがとうございました。